こんばんは、宇賀なつみです。今週も中華のニュースを分かりやすくお伝えします。愛国軍と名乗る3万人の兵が韓国間を強行突破しました。決定的瞬間をカメラが捉えていました。昨日午後、真の国門韓国間が不法に突破されるという事件が起きました。犯行グループは偽装された通行許可証を使っていたということです。捜査によると、犯行グループはローアイ率いる愛国軍と呼ばれる武装集団で、事件に関わった人数はおよそ3万人にも及ぶということです。敵国軍が韓国間をくぐるのは前代未聞の出来事で、新国内には動揺が広がっています。事件があったのは、永世様が第31代新国王となられる加冠の儀が執り行われる最中でした。会場からはすぐに式典を取りやめるべきだとの声も上がりましたが、式典は続行されたということです。列国が注目する加冠の儀が昨日開催されました。加冠の儀とは、永世様が成人になられる儀式のことです。国内外に向け、自らが新王であることを宣言し、国の実権を手にすることを誓う式典でもあります。式典には新国名家の面々だけでなく、中華6国の使節団も参列し、会場は盛り上がりを見せました。それでは早速、式典の模様をご覧ください。大新国の礼廟の御前にて、永世様は晴れて体験し、加冠されたことをここに承認する。待ち望んだこの日、祖霊皆々様方並びに、大清国に生きる全ての者が喜んでいる。改めて今ここに、第31代清国大王様が降臨されたのである。ありがたく。永世様は晴れて第31代新国大王として承認されました。まるで光をその身にまとっているかのようなお姿、私も一度お目にかかりたいです。キングダムニュース、そろそろお別れの時間となります。暑い日が続きますね。私は冷たい飲み物を水筒に入れて持ち歩くようにしています。皆さん、くれぐれも熱中症にならないようにお気をつけください。明日から新しい1週間が始まります。皆さん、素敵な一日をお過ごしください。以上、キングダムニュースをお伝えしました。